マウリア朝、マウリア朝、マウリア朝、紀元前317年頃引く、紀元前180年頃は、古代インドで栄えた、マガダ国に起こった王朝である。紀元前317年頃、チャンドラグプタによって建国された。アショウカ王の時に全盛期を迎え、南端部分を除くインドア大陸全域を統一した。しかし、アショウカ王の死後国家は分裂し、 紀元前二世紀初頭、春賀町の勃興により滅亡した。いわゆる十六大国の中でも最も有力であった、マガダ国では、ナンダ町が支配を確立していた。しかし、ナンダ町は、シュードラ、カーストの中で最下位出身であったことから、バラモン教の知識人たちよって危避されていた。こうした状況下にあって、マガダ国出身の青年チャンドラグプタが、 南田町に反旗を翻して拒兵した。これに対し南田町は、将軍、バドラシャーラを鎮圧に当たらせた、チャンドラグプタはこれに干渉し、紀元前317年頃に、首都パータリプトラを占領して、南田町の王を殺し、新王朝を成立させた。これが、マウリア朝である。こうしてガンジス川流域の支配を確立した、チャンドラグプタは、 インダス川方面の制圧に乗り出した。インダス川流域は、マウリア朝の成立より前に、マケドニアのアレクサンドロス大王によって制圧されていたが、アレクサンドロスが紀元前323年に死去すると、彼の任命した総督、サトラップたちの支配するところとなっていた。ディアドコイ戦争中の紀元前305年、アレクサンドロスの東方領土制圧を目指した。 セレウコス一世が、インダス川流域にまで勢力を伸ばした。チャンドラグプタはその兵力をもって、セレウコス一世を圧倒して、彼の侵入を廃止、セレウコス町に四州の支配権を認めさせて、インダス川流域から、バクトリア南部に至る地域に勢力を拡大した。これが、直接的な戦闘の結果であるのかセレウコス一世が、戦わずして、マウリア町の領域を認めたのかについては、 諸説あり判然としない。紀元前293年頃チャンドラグプタが死ぬと、彼の息子、ビンドゥサーラが王となりさらなる拡大を施行した。ビンドゥサーラの知性は、記録が乏しい。彼は、デカン高原方面へ勢力を拡大したとする記録があるが、実際にはすでに制圧済みだった、領内各地で発生した反乱を鎮圧する一環だったとする説もある。 ビンドゥサーラの息子に史上名高いアショーカがいた。ビンドゥサーラは、アショーカとフーアであり、タクシラーで発生した反乱に際して、アショーカに軍を与えずに鎮圧に向かわせたが、アショーカは、現地の人身掌握に成功して、反乱を収めたという伝説がある。紀元前268年頃ビンドゥサーラ王が、病死すると、アショーカは急遽派遣先から首都パータリプトラに帰還し、長兄。 すし今をはじめとする兄弟をすべて、仏典によれば99人殺害して、王となっと伝えられる。しかしこれは、王位継承の争いが、後世著しく誇張されたものであるらしく、実際には、足岡を千代に、各地の都市に、彼の兄弟が駐留していたことがわかっている。とはいえ、彼の即位が穏便にいかなかったことは、彼が、 大冠式を行ったのが即位の4年後であったことや、大臣たちの軽蔑を受け忠誠を拒否する者が続出したという伝説などからも伺われる。アショーカオは国内での反乱の鎮圧や粛清を繰り返しながら、統治体制を固め、紀元前259年頃、南方のカリンガ国への遠征を行った。カリンガ国はかつて、マガダ国の従属国であったが、 マウリア朝の時代には独立勢力となっていた。ギリシア人メガステネスの記録によれば、カリンガ国は、不評6万、騎兵1000、1000、増700を要する一大勢力であったとあり、マウリア朝の中央インド統治にとって最大の障害であった。激戦の末カリンガを征服したが、この時の戦争で多数の人命が失われた。当時の記録によれば、 多数の徳のあるバラモンが死に、捕虜15万人のうち10万人の人が死に、その数倍もの人々も死んだとある。カリンガ国の征服によって、マウリア朝は、南端部を除く、全インドと現在のアフガニスタンを含む、巨大帝国となったが、アショウカ王は、カリンガ戦争のあまりに生産な被害を目にして、自らの行いを食い、それまで信者ではあっても熱心ではなかった仏教を、 深く信仰するようになり、ダルマ、法による統治を目指すようになったという。誇張はあるであろうが、アショーカ王カが仏教を深く信仰したことは、数多くの証拠から明らかであり、実際カリンガ戦争以後拡張政策は終焉を迎えた。仏教に基づいた政策を実施しようとした、彼は、ブッダガヤの菩提樹を参拝するとともに、自分の目指したダルマに基づく統治が実際に、 行われているるかかどうをを確認するために、内各地を巡行して回アショウカ王の辞席は後世の仏教徒に重要視され多くの仏典に記録されている。アショウカ王は晩年地位を追われ遊兵されたという伝説があるが記録が乏しくその最後はよくわかっていない。チベットの伝説によればタクシラで没した。アショウカ王には数多くの王子がいた。 彼らは、総督や将軍として各地に派遣されていたが、その多くは、名前もはっきりとしない。そして、王位継承の争いがあったことが知られているが、その経緯についても知られていない。いくつかの伝説や仏典などの記録があるが、アショカ王カ後の王名はそれらの諸記録で一致せず、その台数も一致しないことから王朝が分裂していた、こと想定されている。いくつかのプラーナ文献によれば、 アショウカ王の次の王は王子クナーラであったが、彼はアショウカ王の日の一人ティシャやラクシターの計略によって目をえぐられたという伝説がある。クナーラ以後の王党をどのように再構築するかは研究者間でも相違があって、容易に結論が出ない問題である。しかし分裂、縮小を続けたマウリア朝はやがて北西インドで勢力を拡張する。 ヤバナインドギリシア人の圧力を受けるようになった。ガールギーサンヒターという天文書には予言の形でギリシア人の脅威を記録している。マウリア朝最後の王は仏典によれば、ニエサミツタラ、プシャミトラ、プラーナ聖典によればであった。これはブリハドラタとする説が正しいことがわかっている。プシャミトラはブリハドラタに仕えるマウリア朝の将軍であり、 北西から侵入していたギリシア人との戦いで頭角を表していった。そしてついにはブリハドラタを殺害してパータリプトラに新王朝春が朝を立て、マウリア朝は滅亡した。その時期は紀元前180年頃であったと考えられている。マウリア朝という王朝名の由来は正確にはわかっていない。いくつかの伝説やそれに基づく学説が存在するが、 現在のところ結論は出ていない。この他にも様々な説があるが、いずれも問題が多い。出身地名に基づくという説については、チャンドラグプタの出身地を証明する証拠が何も存在しない。別の伝説では、チャンドラグプタの出身地は、ヒマラヤの丘陵地帯であるとするものもある。苦ジを意味するという説は、構成様々な仏典で採用され、 中国語名のクジャク王朝もこれに由来するが、マウリア朝クジャクに何らかの特別な意味を持たせていた、証拠はない。単に音声の類似によった俗説である、可能性が高い。そして、母名についても、チャンドラグプタの母名が、本当に、ムラーであったかどうか確認る手立てがないのである。マウリア朝の歴代王たちは主にパータリプトラに、宮殿を構えた、チャンドラグプタ王をはじめ、 彼らが建設した宮殿については記録が乏しく、遺構もほとんど残されていない。アショウカ王以前、パータリプトラの建造物は主要な宮殿や城壁も含めてほぼ木造であり、現在その面影を忍ばせるものはない。その他の主要都市についても大道商位であり、農村部については現在のところまとまった研究成果も少ない。チャンドラグプタ王の宮殿については、 ギリシア人メガステネスによる記録が残存しているが、実際の姿がよく知られているとは言えない。ただし、アショウカ王の宮殿は、マウリア朝の宮殿の中では少ないながらも記録が残されており、その遺跡も発見されている。彼の宮殿の遺跡は、パータリプトラの南方、現在のクムラーハル村に存在した。宮殿は、レンガ造りであり、 ペルシア建築の影響を受けたと考えられる石柱が並んでいた。宮殿に限らず、マウリア朝時代の建造物として残るものは、その多くがアショウカオゆかりのものである。アショウカオが各地に建てた仏塔、石柱やカリンガ国征服の際に硬直を刻んだまがい、及びそれと同種のものがインドパキスタンの各地で発見されており、これによって、 アショーカ王時代のマウリア朝の征服範囲が推定されている。アショーカ王が数多くの意向を残していることは彼の時代のマウリア朝の国力を証明するものである。こういった事情のためマウリア朝の歴史や国政の研究はアショーカ王時代についての部分が多くを占める。君主制国家の常として宮廷が政治に占める割合は大きかった。内部組織などは なお不明点が多いが、残されたいくつかの記録から、当時の宮廷生活の一部を復元することが可能である。マウリア朝の王は、初代王となった、チャンドラグプタの側近であったカウティリアの思想の影響を強く受けたと言われている。彼は、実理論として知られる著作を残しており、後世のイタリアの思想家マキャベルとよく比較される。 この実理論の文章はあくまで記上のものであり、また構成変更が加えられている。可能性もあるが、当時のあるべき王の姿の一端を見せるものである。ギリシア人メガステネスの記録によれば、王は、諸々の陰謀に備えるために昼間に眠るようなことは、なく、暗殺を恐れて、信頼を常に移動させていたという。裁判のために外出した時にはついたちそれを妨げる、ことを許さず、 時にやんまをされながら、訴訟を聞き続けたという。また、阿蘇岡王は、自身の残した秘文の中で、いついかなる時でも、上層と最下を絶やさないことを宣言している。マウリア朝の初期の王たちは、狩猟を頻繁に行った。特にに、三人の女性を伴って、狩猟に向かったが、移動の際には、王が通る道は、縄で区切られ、その中に侵入した者は、死刑となった。 狩猟の際には、王は、囲いの中で台座から獲物に矢を放つが、囲いのない場所で狩猟をする際には、像の上から矢を放ったという、チャンドラグプタ時代の宮廷の様子を記したメガステネスの記録は、その物々しさを伝えている。当時、王が狩猟を行うことの是非について論争があり、狩猟をすべきだという主張が採用された。この論争の際、カウティリアは、 王の心身の鍛錬に有効であるとして、狩猟を大いに奨励し、チャーンドラグプタ王からアショウカ王の時代まで王が各地に巡行して、狩猟を行うことが慣習化されていた。狩猟の習慣は、アショウカ王の治世10年に廃止され、代わりに、ダルマに基づいた政治を各地に伝え、それが実際に行われているかどうかを見て回る、法の巡行が行われるようになった。 多くの古代王朝と同じくマウリア朝の王たちも複数の王妃を迎えるのが一般的であった。アショウカ王の文書の中には、諸々の巫女と他の王妃の小王子という文言が登場するものがあるが、これは前者がアショウカ王の息子たち、後者がアショウカ王の異母兄弟を指すと言われ、両者の間には地位上の差があったことが推測される。しかし具体的な相違は、 よくわかっていない。高級画制度として存在したのは確実であり、メガステネスの記すところによれば女官が王を殺害しその息子と結婚して王妃に収まることがあったと記録されている。ただし彼がインドを訪れたのは初代王、チャンドラグプタの知性なので、この説話は南だ町とマウリア町以前の王朝、あるいは他国の話を受けたものか。 当時王に脅威として恐れられていた事態を書いただけのものであるかもしれない。マウリア朝は高度に発達した政府組織を保持していたが、ここもやはり資料的制約によって全貌は今なお知られていない。主にアショウカ王時代の直令などからは、会議、パリシャドなどの政府組織や、大官、マハーマートラなどの感触などが復元されうる。 王の意思を実行するために、高度な官僚性が整えられていたが、王の直下にあって、最も重要な政府組織は、会議と呼ばれるものであった。王の命令はまずこの会議に伝えられ、これに参加する責任者によって体官など、各官僚に伝達された。王の命令を実行するに際しては先に、この会議において検討がなされ、再高を要すると判断された時には上層官。 プラティベーダカを介して王にそのことが伝えられた。会議内で意見の対立があった時にはやはり上層官によって王に伝えられ決裁がなされた。こういった会議の役割を推定する根拠の一つとして、アショーカ王秘文のうちに以下のようにある、会議によって指揮される、大官は役人の中でも最高位に属した人々であった。全貌は不明ながら、 アショウカ王の象直比分によって少なくても以下に示す四つの役職が大官と呼ばれる地位に行ったことが知られている。都市執政官は、マウリや長子配下の拡大都市に置かれ、一般に都市の行政、司法を司さっていた。また一地方の長官としての性格も持ち、各地の総督である王族の管理下に置かれていた。アショウカ王はこれら都市執政官に対し五年ごとに、 管理下の諸地方を視察して回るように指示を出している。法大官は、阿相家王の治世13年目、紀元前255年頃に新設された役職である。この役職は、民衆や地方の領主に対し法、ダルマウルフするとともに、仏教教団に対する不正や事前事業、この二つは不可分の存在であったを担当した。 辺境大観は主に国境地帯に派遣され、辺境民を統括する役割を負った。この役職は中央の大観とは区別されていたと考えられる。この大観、マハーマートラという役職はこの時代のインドに特徴的な役職であり、マウリア朝やサータバーハナ朝で用いられたが、その後は全く姿を消した。国家が統制する事業には、 様々な役人が関与していた。そうした役人の中で重要視されたと考えられている役職として、軍用の家畜を司る役人がいた。カウティリアの実理論には、馬政長官と造政長官の役割が詳細に述べられている。これらはその名の通り馬や、象の飼育を担当していた。馬と象が軍事に直結することから、国家の管理下に置かれていたことは確実であり。 特に象の飼育は、マウリア朝時代には、王の独占事業であった。当時マウリア朝が膨大な数の戦像を有していた。ことは、ギリシア人の記録に詳しい。インド産の象は、セレウコス朝を介して、市中海方面でも、軍事運用された。アショウカ王の象直には海象林、ナーガバナに研究するものがあり、 実理論に述べられたものと同種の感触が存在したことが類推しされる。こうした管理の任用がどのように行われたのか、すなわちインドに存在するカースト制との関係がどのようなものであったのかについては議論がある。カウティリアの実理論では能力主義的とも言える人材任用が解かれてはいるが、これがそのまま実践されたとは考えられていない。メガステネスの記録には 戦士、高級役人、監督官などのカーストが記録されており、少なくても出自が管理人用に影響しなかったとは考えられない。最近の学説においてもカーストは人材登用において大きな比重を占めたという説が有力である。マウリア朝は一般に中央集権的な政治体制を気球したと言われており、実際に王の権限が非常に強い王朝であったが、 当時一体性を持った国家としての認識はなされていなかったと考えられる。アショウカ王の残した秘文などから、当時の認識がマウリア帝国という一つの巨大な国家を支配するアショウカ王ではなく、マガダ国の王であるアショウカ王が他国をも支配していると、異物であったことが知られる。このことは、アショウカ王をはじめマウリア朝の王とおるが、単にマガダ王ラジャンマクダとしか称しておらず、 全体を総称するような名前がなかったことに現れている。アショウカ王の象徴などから、マウリア朝の領土はいくつもの属州に分けられていたことが分かり、本国たるマガダ国の他に少なくても4つの属州があったことが知られている。これらの属州には王族の男性が総督として派遣された。当時マウリア朝の地方の領州の中にも、王、ラジャン、 を称する者は幾人もいたことが知られているが、彼らはアショーカ王の知性末期よりマウリア朝が弱体化すると直ちに分離の動きを起こしている。アショーカ王の象直の中には、これがすべての場所に適合するものではない。なぜならば我が領土は広いからである。という文言があるものがある。これに見られるように場所によって異なる象直、法律が発せられ、 全領土に画一的な統治体制が敷かれるようなことはなかった。道路網の整備など地方支配のためのインフラ整備は熱心に行われてたが中央集権という点においては最盛期の王、アショーカの時代にあっても完成には程遠かったと考えられる。このため地方統治にあたって重要視されたのがスパイ網であった。ギリシア人たちの記録によればエピスコポイ、 エフヨロイという監督官が各地で不穏な動きを監視していたという。実理論でもスパイは極めて重要視されているが、ギリシア人の記録からスパイ網の整備が実際に高度に発展していたことが理解される。インドの農業生産性の高さは多くの識者によって指摘されるところであり、当時の記録にもその豊かさが随所に表されている。こういった 農業生産性を実現したマウリア朝時代の農業政策として大型着な灌漑事業が挙げられる。インドにおける大規模灌え事業の多くはマウリア朝時代に橋を発する。当時貯水池と運河の建設が非常に重要視され、専門の官僚が置かれていた。これによって農業生産性は向上したと考えられるが他の点について、 前の時代の農業と特に変化した点は認められていない。農産物に対しては収穫の数分の一を租税として徴収していたと考えられ、おそらくは最も基本的な税源でもあった。また国家によって整備された灌漑施設によって供給される水には使用料金がかけられていた。しかし農業生産性は向上したものの、農民生活はさほど豊かではなかったらしい。 当時の浮き彫りなどからは、農民のみすぼらしさが読み取れ、おそらくそれまでの時代と比較して、その生活が向上するなことはなかった。マウリア朝は、国内のインフラ整備に著しい努力を払った。当時水運はもちろん重要なものであったが、カウティジアの検索もあって、陸上交通網の整備が推し進められた。ギリシア人の記録によれば初代王、チャンドラグプタの時代には、王の道。 ホドスバシリケホードスバセリックが整えられ、液体が多数設けられ、一定区間ごとに距離と分岐路の情報を記した、柱が実られたという。王の道という名は、アケメネス朝のそれをギリシア人が連想してつけたのであるかもしれない。アショーカ王時代には道に沿って、並木を植え、一定区間ごとに給水所と休憩所を設けたことを、自身の碑文で歌っている。また彼の記録によって、 彼以前の王たちも交通網の整備を一つの義務として熱心に推し進めていたことが知られる。また、軍事、徴税などの利便を図るために、領内各地に倉庫が設けられた。このことは、倉庫の位置を示す同伴が出土したことによって知られ、緊急のために作られたという。税として集められた米はまずこの倉庫に収められ、専門の役人がその量を図った。 こうした交通網の整備は当然商業の流星を喚起したと考えられるが当時商人が特に強い政治的影響力を発揮した痕跡は伺われないただし対外貿易を含めた商品のやり取りは確かに活発であり部分的ながら貨幣経済もすでに定着していたし遠くオリエントまでインド商人の活動範囲は広がっており仏教教団は 各地の符号と深く結びついていた。武器を作る職人や船大工は免税特権を持ち国家からの報給を受けていたと記録されている。ギリシア人プリニュースの記録によればパータリプトラの王は不評60万、騎兵3万、千増王9千を保有したとされ、別の記録ではチャンドラグプタは40万の兵員を要したという。同じ時代の記録に カリンガ王の兵員が、不評6万、騎兵1000、1000、増700、アーアンドラ王の兵員が、不評10万、騎兵2000、増1000とあることを考えれば、マウリア朝の軍事規模が際立って大きかったことは、理できる。物典などによれば当時インド地方の陛下は、増兵、戦車、不評の三軍、そして南田朝時代には、騎兵が加わって四軍とするのを基本としたという。 マウリア朝の軍政もこれに沿ったものであると考えられる。特に造兵は重要視され、実理論では戦闘の勝利は主に造によってもたらされるとされた。こういった軍の兵員は主に傭兵的な集団によって供給され、その報給は国庫から支給された。ギリシア人の記録にはこうした戦士は一つのカーストを形成したとあるが、実際には軍には 様々な出自の兵が参加していた。実理論によれば兵士たちはカーストごとに編成され、バラモン軍、クシャトリア軍、バイシャ軍、シュードラ軍、それぞれ4つのカーストの名あったとあり、仏典にも類似した記録がある。ギリシア人の記録から専門的な傭兵集団がいたことが推測されるが、彼らの身によって軍が形成されていたということは、ないようである。マウリア朝は、何と言っても、 仏教との関わりによって重要視される。アショーカ王が熱心に仏教を信奉したのは広く知られるところである。彼の直霊に当時主要な宗教集団として仏教、バラモン教、アージービカ教、ジャイナ教が挙げられている。当時宗教者の中でも最も重要視されたのはバラモン、バラモンとシャモン、シャモン、シュラマナであった。インドにおいて バラモン僧の補佐役が常に国王の補佐官となっていたことは実理論仏典の記録にもあり、また国家行事としての祭祀を執り行う立場でもあった。バラモンと並び称されるシャモンとは一般にベーダ聖典の権威を認めない宗教者を指した語であり、バラモン教以外の宗教権威者の総称であった。当時仏教やジャイナ教の修行者はシャモンと呼ばれた。両者は ギリシア人にはバラモン、ブラクマナスとシャモン、サルマナスは共に鉄人という階級として記録され、最も数は少ないが最も地位が高く最大の尊敬を得ており、肉体を持って働く必要はなく、他人を支配することなく、他人に支配されることもない、とある。しかしマウリア朝時代、王による宗教者への統制は非常に強力であったと考えられ、 彼らは免税などの特典や不正としての土地を与えられることは確かにあったが、ギリシア人らの記録にあるほどを超然とした存在であったとは考えられない。マウリア朝の王の多くは、アショウカ王をはじめとし、ダシャラタ王なども様々な教団に対する寄進を記録させており、教団に対する国家からの物質的、法律的保護が極めて大きかったが、当時、 殺してはならないものとされていたバラモンでさえ、頻繁に死刑の対象となっており、競技にも王権による介入がしばしば行われた。クナーラ以降の王党の再建には、諸説あり、また王朝は分裂して、同時期に、複数の王がいたと考えられる。したがって、表の通りに上から下へ、順に王位が継承されたわけではない。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。